はい、それじゃあ遊戯王で期待戦やっていきたいと思います。スパイラルドラグーン VS ジャックナイツです。まずはスパイラルが真空管融合を発動し、デッキからブラックマジシャンとレッドアイズを墓地に送ります。おそらくスビキスパイラルカードは引いているんだけども、スビキしてしまったドラグーンみたいな感じですかね。さあ、ドラグーンを特殊召喚してカード1枚セットしてターンエンド。さあ、スタンバイメインフェーズ。お、ガメシエルをリリースし、相手の真ん中に特殊召喚します。そして、早急のジャックナイツを特殊召喚、そして、その効果に対して、早急のジャックナイツを発動し、それに対して、ウララ。墓穴の示しで除外。デッキから、同じ縦列に2枚以上カードが存在するので、デッキから2枚カードをサーチします。もう今やね、ドラグーン1枚では止められないような環境になってきました。もうほとんどのデッキがドラグーンを想定してデッキを組んでるので、もちろんあの怪獣だけに限らずね、ありとあらゆる、デッキがですね、それを考えてみています。だからもうドラグーン1枚でどうにかなるというのはもうすでに過ぎ去りましたね。さあ、ジャックナイツ、オルフェジャックナイツギルスを通常召喚、効果、デッキから生物カードを墓地に送ります。このオルフが、オルフェコールジャックナイツギルスなんですけれども、ほとんどの場合ね、オルフェゴールで使われることがほとんどですが、ジャックナイツでも非常に強い動きを、見せてくれます。通常召喚可能なジャックナイツということでね、さらに効果を持ちということですから、また生物の記憶から特殊召喚できるというのもかなりでかいですね。さあ、2体でと、リンク召喚、ここで出てくるのは、リーブですね。聖剣士リーブかな。さあ、墓地に、生物カードが存在するので、デッキから特殊召喚したい。さあ、どうするか。墓地に、デッキからセットすることができますね。生物魔法トラップカード。さあ、この召喚成功時のタイミングでどうするか。と墓穴の示し、まあまあそうですね、まあ多分伏せるカードなんてそれぐらいしかないでしょうから、さあ一応セットすることはできるので、デッキからセットします。カードセット、デッキから残響か、トラップカードですね。墓地に存在するレベル5以上のモンスターと特殊召喚できるという効果になってます。そしてジャックナイツが同じ縦列に存在する場合、相手モンスターの同じ縦列のモンスター効果を無効です。さあ、完璧なジャックナイツを特殊召喚し、ずらします。でさらに、あれは黄色じゃなくて、表割りですね。表割り。さあ、割れるソードドラゴンを特殊召喚、そしてリーブの効果ですが、リーブの効果はなし。そして、潮のジャックナイツを特殊召喚し、まあ、バレルソードで通れば勝ちですね。はい。お手軽なワンキルです。ジャックナイツはこれができます。一番ジャックナイツで見るパターンのワンキルですね。さあ、2戦目。後攻を取りました。まあ、当然ですね、相手は。さあ、ギルスを通常召喚し、デッキから生物生涯墓地に送り、さらにトークンを生み出します。2体ですね。相手をヒルジョージに封印しよう。そして2体をリーフ、で、リンク召喚、リーブ。そしてリーブの効果で、継ぐものをセットし、生涯を特殊召喚。そして、生涯の効果によって、キャザンキを手札に加え、そして、潮のジャックナイツを特殊召喚。回っています。そして、その効果により、デッキから、潮のジャックナイツ自身を除外して、デッキから持ってきます。早急のジャックナイツ。そして、そのまま早急のジャックナイツを特殊召喚し、コンペキのジャックナイツを手札に加えます。そして、2体でリンク召喚。生涯と早急のジャックナイツ。コンペキの強気のジャックナイツですね。さあ、マスカレーナを特殊召喚、さらにコンペキのジャックナイツを特殊召喚してターンエンド、3枚してターンエンド。さあ、ワンフォーワンを発動、増殖するぜ、これは強いこれは強い。ギルスのおかげでね、ジャックナイツは先行でも動けるようになりました。さあ、ジーニアスを特殊召喚し、効果、デッキから蘇生ですね、あれは蘇生装備魔法ですね。そして蘇生装備魔法発動、墓地に存在するグレース、
ハンドコストで切ったグレースですね。で、その特殊召喚成功時にマスカレーナの効果。2体でリンク召喚。リンクは2。造石がおかしい気もしますが、まあまあまあいいでしょう。さあ、その勝利後に、グレースをリーブの効果で墓地に戻して、マジアンソウルズの効果。マジアンソウルズの効果により、1枚手札のレスキューを捨ててですが、それに対しての強効果。墓地の早急のジャックナイツを特殊召喚し、無効にします。これにより、ジャックナイツモンスター、同じタテレスのモンスター効果は無効になります。さあ、ダンディの効果、スパイラルダンディの効果により自分のメインデッキ効果ですが外れだったみたいですね。相手の一番トップか。そして墓地の救出の効果により墓地のモンスター、スパイラルモンスターを特殊召喚グレース。そしてグレースの効果でデッキから強襲ですね、強襲を手札に加えます。2体のモンスターでリンク召喚、ベルテンアナゴンダ。さあ、思いのほかトラップカードが強い。同じ縦列に存在するモンスターは全て無効になります。そして2体でリンク召喚、ダブルヘリックス。そしてさらに強襲を捨てて墓地のジーニアスを特殊召喚。そして効果、ジーニアスの効果はコンペギのジャックナイスの効果で同じ縦列に移動させて無効にしました。で、教師の効果でダンディを特殊召喚し効果、ステカードを破壊で、その発動に遅延して生物の記憶を発動、自分のデッキから収納炎のジャックナイスを特殊召喚します。紫ですね。そして手札を1枚捨て墓地のジーニアスを特殊召喚ですが、効果を使うことができませんね。アストラムはパラディオンですからね、あれ見にくくて申し訳ない。さあ、ヒメミヤを特殊召喚し、とりあえずモンスター効果無効になるけどもコストで効果墓地に送ります。そして手札を1枚捨て墓地のジーニアスを特殊召喚ですが、これは無効になります。さあ、強いなトラップカード1枚でこれだけ無効になってしまうとは。さあ、2体でリンク召喚、トレフェニックス。トレフェニックスの効果によりフィールド上のカードを破壊します。トラップカードを墓地に送りましたが、効果、不死鳥のジャックナイツ、早急のジャックナイツを除外して手札に加えます。サーチですね。そして2体でリンク召喚、はい、マスカレーナ。違う、2体でリンク召喚、アストラム。なるほど、さあ、バトルフェーズ、アストラムでアストラムに攻撃、アストラムしか攻撃できないですね。まあ、いずれにせよ、あのターンプレイヤーが先になるので効果発動しても意味ないですね。戦闘で破壊されます。そしてアストラムの効果、このカードが相手によって墓地に送られたとき、デッキに戻します。フィールド上のカードをデッキに戻します。そして、とりあえずここなんですけど、シュートチャックナイツ手札に戻ります。はい。セーブゾーンの記憶で特殊召喚したので申し訳ないです。まあまあまあ、そんなにほど変わりはしないと思うので、結果的には。申し訳ありません。さあ、ガメシエルを特殊召喚。ガメシエルを特殊召喚。まあまあまあ、一緒ですね。一緒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 だよ、ね。そして、3体4体でリンク召喚。バレルソードドラゴン。で、ショーのジャックナイツを特殊召喚して、はい、終わりですね。はい、ジャックナイツはやはり、高校でも先行でも動ける。
お疲れ様でした。いやー、ギルス強いわ、ほんま。